国民の割れんばかりの歓呼の声に迎えられて、日本軍は故国に凱旋した。日の御将軍は宮中に参内し、その帰途参謀本部に報告のため立ち寄った。陸軍省における戦勝祝賀会に臨む幕僚。やがて乃木将軍は軍務を退き、学習院長として家族の子弟の教育に任ぜられた。